今日、キリンの自動販売機で、ファイヤーなんですなんですがじゃなくてなんやけど、ファイヤーなんやけど、飲むコーヒーゼリーを、見つけました。飲むコーヒーゼリーっていう意味がちょっと分かれへんねんけど、何なんでしょうね。はい、今見てもらっているところは原材料名なんやけど、コーヒー、牛乳って書いてへんよね。よう分かれへんねんけど、ちょっと大阪弁でレポートは難しい。とりあえずちょっと開けてどんなもんか中身調べてみようと思います。やっぱ大阪弁難しいですね。おー、なんやねんこれ、コーヒーちゃうやんけ。いけてますかね。何これ、気持ち悪い。というわけでして、すみません、ちょっともうちょっと頑張って大阪弁でレポートしてみます。びっくりするわこんなもん、ほんまにすんげえ。これはなんて言うたらええんやろ、気持ち悪い。とりあえず飲んでみます。うわ、めっちゃ美味しい。なやこれ、これはうまい、これはうまいじゃないな、めっちゃ美味しい。変やね。変ですね。ちょっと元に戻します。コーヒーゼリーがすごく細かく入っていて、もう飲むというよりも食べているという感覚ですね。で、すごい爽やかです。で、味的にもですね、すごくまろやかなコーヒーが入っていて、ほんのり甘くて、飲むというよりも食べているという感覚ですね。ちょっともう一回飲んでみます。これはうまい。だけどこのままで出てくるのかな、うまいこと。もっそいドロドロ、缶のまま飲んどったらそんなに気持ち悪くないんですけど、コップに移すとちょっとやっぱりちょっとダメですよね。もう一回飲んでみます。あ、うまい、これはうまいわ、すげえ。というわけでして、ちょっと変な大阪弁みたいだったんですが、ご了承のほどお願いいたします。でもこれめっちゃ美味しいです。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。